はい、レオです。今回はヴァンガード、シップメントのチームデスマッチで遊んでみたいと思います。今回は獲得したばっかりのね、これ、今回、星の実の目のクロスの、このコンバットシールドにバル、ハンドガン種武器、バルイスリボルバー仕様でやってみたいと思います。これね、アタッチメントがなんかないみたいですね。アタッチメント、あ、その3切れってのか。難しいな、アタッチメントがないからさ。よしよし、私の手の、あ、難しいな。罠なきでやってるのか。チームデスマッチにしたいよ。ディキボムを使う。銃剣、よっしゃ。近接ついてるから強いよな。リボルバーっていうのが難しいな。あ、間違えたな。これ何発なのか。あ、なるほどな。電車が効いてないだけか、ただ単に。難しいな。これやって、あ、これじゃない、これじゃない。奴らは手負いだぞ。なんだこれ。このゲームほんとバグゲーだよ。12キロやってんだ。あ、ダメか。終わりか。まあ13キロぐらいやればいいだろう。少しキルやったからいいじゃない。やっぱシップメントやりやすいな。選ばれてるかな。選ばれてないな。この戦況が本当ね、13キル11です。プラス2だね。キルレ 1.18、 悪くはないな。この難しい武器で、ほんとオワコン系だからな、これな。完全にプレイヤーがほんとしょうもないプレイヤーばっかりだからよ。今プレイヤーばっかりだから、今回のはまだいいけど、特にガスハウスひどいよ、うん、めっちゃキャンパー増えるから。レベル2、レベル3、今回はこのバロイスリボルバー初使用でやってみました。これね、アタッチメントがないんですよね。アタッチメントがないでしょ。これ近接キルで15キルで解除したんでね。このバロイスリボルバー、ナイフとリボルバーが融合、近接武器とハンドガン両方の強力な攻撃が可能ということでね。難しいけど威力絶大なんで、先端ナイフになってるからね、変わってるんで、これ引き続き使っていくんで、今回はね、シップメントのチームデスマッチの試合で、このコンバットシールドにこのバロイスリボルバーね、初使用でやってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。